アニメ森のくまさん冬眠中ブルーレイ &DVD の発売が決定したぞ。俺たちの生活を見られるのは少し恥ずかしいな。こら愛梨、そんなにたくさん予約したら。今日愛梨を図書館に行かせたって。ああ、ああまあな。ノアさんが島に移り住んだの図書館でのことがあってからなんでしょ。まあちょっとしたことがきっかけで人との距離の取り方がわからなくなることだってあるだろう。特にあいつは不器用で優しいやつだからな。僕はノアさんの気持ちちょっとわかるかも。そうか、ちょっとしたことでまた勇気が持てたりするんだね。あ、こう、あ、お前な、うん、痛い、うるせえ、こうお願いがあるんだけどいい？手紙？今日図書館でノアへお手紙預かってきた。図書館？多分ね、ノアが考えてる人。ノア、大丈夫だよ。俺がそばにいるよ。きっといい未来につながってる。だから読んでみて。うん。ノアさんへ、お久しぶりです。幼い頃図書館で助けてもらったクロです。覚えているでしょうか？幼かった僕はあの時震えてノアさんの手を取ることができませんでしたが、怖くて動けなくなった僕を守ってくださったこと今でも覚えています。ノアさん、あの時は助けてくださり本当にありがとうございました。おかげで僕は今幸せです。ノア、ずっと心に引っかかっていたんだ。俺の大きな爪や牙が傷つける気もなくとも小さな子を怯えさせてしまったと。彼はノアに怯えてたんじゃないよ。この大きくて優しい手に救われたって嬉しそうに俺にお話ししてくれた。それにノアは俺のことも助けてくれたでしょ。この手はたくさんの人を助けてきたんだ。俺、ノアの優しい手が大好きだよ。今日は泣き虫さんだね、かわいい。アイリは俺に助けられたというが、本当に救われたのはありがとう、アイリ。ノア、お前が好きだ。え？返事を待たせてしまったが、アイリ、俺と恋人になってくれないか？恋人？アイリ？アイリ？いや、いや、やったー！大好きなノアと恋人だお前はねえ、俺からもいい？お、大好きだよ、ノア。俺とお付き合いしてください。ああ、ねえノア、俺を選んでくれてありがとう。これからもよろしくね。ああ、よろしく、アイリ。ねえノア、アニメフェスタから俺たちにお手紙が来てたよ。俺とノアの思い出が全部見放題なんだって。え、あんなことまで？いろんなノアがいっぱい見れるなんて。俺登録してくる。迷って